待たせいたしました。本日は恵山市鏡ヶ原市主催木曽川観光株式会社共催の木曽川鵜飼開きにお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより木曽川鵜飼開幕式を始めさせていただきます。木曽川鵜飼は本日6月1日から10月15日まで国宝恵山城を仰ぎ見るここ木曽川において繰り広げられます。それでは初めに木曽川鵜飼の開催期間中の安全を祈願いたしまして、播綱神社様に神事を執り行っていただきます。よろしくお願いします。鵜飼で使っている鵜は日本の種類でも一番大きい海鵜という鵜を使っています。
全国11カ所鵜飼を行われておりますが、この大きな鵜飼を使っています。なぜかと申しますと、大きいためにたくさんの魚、大きな魚を捕まえることができ、江戸時代の御料鵜飼頃からこの鵜飼が鵜飼で使われるようになりました。今とてもとしても、この力でもって逆
Thank you.